薬剤師職について説明します。よろしくお願いします。はじめに簡単な自己紹介です。私は令和4年度に薬剤師の試験区分で入庁しました。入庁から現在まで健康福祉局、保健部、環境衛生課、薬務係で技師として働いています。勤務場所は中区富士見町にある広島市保健所です。 私と同時期に入庁した薬剤師が2名いますが、それぞれ健康福祉局、保健部、環境衛生課、環境衛生係というところと、健康福祉局、衛生研究所、生物科学部というところで働いています。私の所属している薬務係の仕事内容について説明します。事業の概要についてです。薬務係の事業の大きな目的は、 市民の安全・安心な暮らしを守ることです。この目的を達成するために、大きく分けて2つの事業を行っています。1つは、市民が医薬品や医療機器などを安心して使用できるように、有効性及び安全性を確保することです。薬局や医薬品販売業者などの監視指導や、各種手続きの事務などを行っています。 もう一つは、違法薬物や市販薬の乱用に対する防止対策です。イベントや広告媒体による啓発活動や、自生消しの抜擢などがあります。まず、医薬品等の有効性及び安全性の確保について説明します。対象となる業種についてです。例として、薬局、 店舗販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等販売対応業、麻薬小売業、毒物劇物販売業があります。薬局は処方箋調剤による医療用薬品の交付や OTC 薬品の販売を行う業種です。広島市内には約670施設あります。 店舗販売業は OTC 薬品の販売を行う業種です。いわゆるドラッグストアが該当します。広島市内には約230施設あります。卸売販売業は医療機関や薬局、医薬品販売業者などに対して医療用薬品や OTC 薬品を販売する業種です。広島市内には 1> 約170施設あります。高度管理医療機器等販売対応業は、血糖測定器やペースメーカー、AED やコンタクトレンズなどの医療機器を販売対応する業種です。広島市内には約880施設あります。麻薬小売業は、薬局において麻薬処方箋に基づいて、 麻薬を交付する業種です。広島市内にある薬局のうち約600施設が取得しています。毒物劇物販売業は動物や人に対して毒性や劇性を持つものである毒物や劇物を販売する業種です。広島市内には約700施設あります。これらは 対象業種の例ですが、様々な業種を所管していることや、それぞれの施設数が多いことが特徴だと思います。これらの業種に対して、監視指導や各種手続きの事務を行います。監視指導における立ち入り調査は、主に新たに許可を取得する場合や、許可を更新する場合に行います。立ち入り調査では、 設備が基準に適合しているかや、医薬品の安全管理体制が整っているかなどを確認します。例として、薬局の立ち入り調査の場合、必要な調剤設備、器具が揃っているか、医薬品の貯蔵陳列場所は他のものと区別されているか、薬局の管理に関する帳簿は適切に記録、保管されているかなどを確認していきます。 これらの場合以外でも法令違反が疑われる場合や施設に対する苦情があった場合に立ち入り調査を実施することもあります。各種手続きで提出される書類として新規許可や許可更新の申請書や申請内容に変更があった場合に提出する変更届があります。これらの書類について記載内容の確認や 保険所内システムへの入力。必要があれば記載内容の修正指導を行います。以上が医薬品等の有効性及び安全性の確保についての概要です。次に薬物乱用防止対策について説明します。近年の薬物乱用の拡大を受け、主に若年層を対象とした 啓発活動を実施しています。啓発活動の例として、広島市内の高校や大学における講演会や、厚生労働省が主催する薬物乱用防止キャンペーンの参加があります。また、これらのような活動以外にも、様々な媒体を用いた啓発広告の作成を行っています。例えば、 右上に示すような YouTube 動画や、その左下に示すバナー広告、その右側に示すリーフレットなどがあります。薬物乱用防止対策として、自生消しの抜挙も行っています。右側に花の写真を2枚掲載していますが、これらは麻薬成分を含む消しであり、栽培や所持が禁止されています。 広島市内では特に右上の消しが多く自生しており、毎年4月から5月にかけて開花します。そのため、4月初め頃に市広報誌に注意喚起の掲載、町内のタブ署に対する通知を行い、自生消しに関する情報共有を行っています。実際に自生消しが発見された場合や、市民からの情報提供があった場合は、 町内の他部署や警察機関と連携して罰則を行います。また、消しが私有地に自生している場合は、土地所有者に連絡を取り、罰則指導をすることもあります。以上が薬物乱用防止対策についての概要です。1日のスケジュールについてです。左側にある日のスケジュールを掲載しています。 一日の半分が外勤、もう半分が内勤のことが多いです。外勤は施設の立ち入り調査が主であり、4月から5月にかけては消しの抜挙があります。内勤では調査結果の作成や変更届の処理、電話窓口対応などを行っています。残業する場合についてです。立ち入り調査や事務作業など、 日常業務を延長して行う場合が多いです。また、たまにではありますが、苦情や事件の緊急対応で残業することもあります。実際に働いてみて感じたことについてです。監視指導は法令に基づいて行うものですが、その根拠となる法令の量が膨大であり、文体が独特なものであるため、読み込むのが難しいです。 さらに読み込んだものを整理し、わかりやすく相手に伝えることも難しいと感じます。また、今回は2種類の事業について説明しましたが、その他にも、国や他自治体からの紹介や、物品の契約事務、ホームページの作成など、様々な種類の業務があります。種類が多いと覚えることも多いですが、 その分様々なスキルが身につくことは良い点だと思います。こうした業務を通じて自分の仕事が市民の安全、安心な暮らしにつながることにやりがいを感じています。最後になりますが、行政薬剤師は幅広い分野から保健衛生に携わることができる仕事ですので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。以上です。 ご清聴ありがとうございました。